今日はこちらを用意しました。じゃらら、じゃじゃじゃ。すいません、お風呂上がりですが、ですね、ただいま9時45分です。タイトルにもある通り、私たち今日初めての経験をしています。なんと2年9ヶ月ちょっとかかりまして、今日はデビューの日だよ。初めてなことだよね。まずこの時間に電気をつけて撮影をしていることが初めてだよ。確かに。このハーゲンダッツのザッハトルテを食べるのも初めてだよ。期間限定。何なんだろうってなっちゃうから。さっき2人でお風呂入ったのも初めてだね。いやいや、妊娠前は入ってたけど、ね、今の生活になってからなんかやだ、妊娠前に2人でお風呂入って、出産してから初めて。ただただゆっくり子供のことを話しながら2人でお風呂に入ったのは初めてだね。そうだね、今日はあだったね、こうだったね、うん、話したのが初めてです。事の経緯を説明しますと、なんとそんな、なんか事件みたいな感じで言うの、うん、いいじゃん。事の経緯を説明しますと、本日ですね、ジジとババのお家にお泊まりしてます。すごい、席が起きてる、本当に、はい、席が起きてる。あの LINE でね、あのジジとババが速報をいろいろ送ってくれてるんですけど、うん、なんと今日夫婦の2人の時間をいただきました。いたと特訓がしております。早くアイス食べよう、うん、いつも溶けちゃうから。溶けないアイスを食べるっていうのも初めてだね。初めてだね。いや、長かったね。いや、あのね、正直な感想を言うと、溶けないうち寂しい。こんなに静かで、あのマイクのメーターが音割れしないし、あの消えるの。これね。あ、本当だ本当だ。乾杯。うん。大人の味。アプリコットソース入ってる。あの、こたつ買いました。そうです。こたつ買いました。こたつを、こたつに入ってアイスを食べる。幸せ。信じられない。ついにって感じだね。そう、うちは2階建てとかじゃないからさ、階をまたげばさ、ある程度なんかこう2人の空間みたいなのが作りやすいのかなって思うんだけど。戸建てで2階と1階だったらってこと？そうそうそう。まあもちろんそれでも大きい声出せないかもしれないけど、出てきちゃった出てきちゃった。静かにしなきゃいけないじゃん、寝てる時に、うん、静かにさ、お互いさ、自分の時間過ごしたり、暗い中ゲームしたり、暗い中編集したりゲームしたり、子供が寝た後ってやっぱりすごい自由時間じゃないですか。だからその時間を、本当は寝たいのに、寝ることも必要なのに、寝ることよりも優先して自分の時間を作って、で、まあまた疲れるんですけど、でもやっぱ自分の時間作らないと、やっぱり日々のね、ストレスからね、解消されないものがやっぱあると思ってて、やっぱり夫婦の時間を取るっていうことはすごく大事なことなのかなって思っていて、そのためにもなんかこう親戚や家族に頼ったりとか、昼間の時間にはなっちゃうかもしれないけど、それこそまあ一時保育だったりとか、面倒を見てもらっている間に自分たちの時間を作って、ストレスを少しでも削減するというか、やりたいことをやる時間を作るっていうのは、育児においてめちゃくちゃ大変なんだけど、絶対にした方がいいことかなってすごく思うので、なんか久しぶりにこういうこと言うけど、やっぱね、仕事もしなきゃいけないんだよこの後。めちゃくちゃめちゃくちゃ溜まってるし、まあね、いやでもこういうことってやっぱね、発信してかないとね、辛い思いをしちゃう人たち絶対いるから、抱え込んじゃう人たちが、だから少しでもなんかこう、そういう時間を取ることが大事だっていうことを広めたいの、私は。もう食べたの？セーフに、うん、お尻拭き。だからね、今この時間ってすごく大事な時間だと思うんだよね、うん、
っていうのをね伝えたくて動画撮ってます。あなたからもどうぞ。私その間にこれ食べるから。じゃあ俺が3分喋るから。やめてやめて。食べるの遅いからすごく。でも、なんか正直なこと言うと、子供がいなければよかったって思う瞬間はこの2年9ヶ月の中にあった。そんな重い話すんの。やっぱこう僕もゆめちゃんもやっぱ結構お互いのことを大事に思ってる時間が結構多いから、子供がいるとどうしてもこうできないことってあるし、子供がいたからこそできたこともあるんだけど、子供がいなかったらもっとのんびりお風呂入れたかもしれないし、もっと美味しいご飯を2人で食べに行ったりとかできたかもしれないし、こう育児で疲れて9時に寝ちゃってもう1日無駄にしたみたいなこと、1日っていうかまあ夜本来過ごせた時間とかできたことができなかったみたいなことが、まあ、結構あったりとか、やっぱ双子だからなのか分かんないけど育児クソ大変やっていうのをやっぱ何度も何度も感じたし、それに対して自分たちはやっぱ覚悟なかったというか、覚悟持ったからという軽い話ではないんだけど、やっぱ耐えられなかった時があって、お互い喧嘩したりとか、ね、両親に手伝ってもらったりとか乗り越えてきた2年9ヶ月だった。でも、その2年9ヶ月経って今だって思った瞬間に、なんかこうトップでイータンがジジのババに預かってもらって、一緒にこう夜を過ごして、ここで楽しく過ごしてくれて、まあ、明日どんな表情するか分かんないけど、お泊まりができるっていうのは成長したなと、まあ、まだできてるかどうか分かんないけど、絶賛寝てないのかもしれないし分かんないけど、まあ、なんかこうそれこそその私たちが胃腸炎で倒れた時が一番マックスでやばかった時だったんですけど、あの時は私たちは隣の部屋で寝てて、イータンとくの面倒も多分2日間ぐらい見てもらってて、私は病院行って点滴受けたりとかしてて、すっごいやばい時があったんですけど、ああいう時に多分一回切り離してこっちが治療に専念しなきゃいけないみたいな、そういう状況だったらこう、まあ、せざるを得ないだろうし、そういうことはね多分ありうるかなとは思うんだけど、意思をこう表示してくれるようになってから、じゃあちょっと今日はジジとババと念念してママたちは明日会うからねって言って、できるって言って、まあ、トクはねにゃだって言ってたんだけど、イータはいいよできるって言ってくれて、まあどこまでちゃんと本当に最後まで全部を理解してるかどうかわからないけど、明日会えるからねっていうこともちゃんと伝えて、分かったって言ってくれて、こう預けたのが、まあ、初めてだったから、なんかやっぱすごいなんかこう込み上げるものがあった。なんかこう本当に大丈夫かなっていう心配もあるし、ジジババに絶大な信頼があるので、もしね本当にヤバそうだったら深夜にでもいいから連れて帰って連れてくるからっていう風に言ってくれて、でもそれでもね、なんかこう近況報告の動画を送ってくれたりとか、でも本当にすごいなんか初めての経験すぎて、家の中ってこんな静かだったんだって、やっぱオーディオメーターがゼロ衝撃なんだよ。思うし、さっき言ってたけど、その本当に子供がいなかったらこうだっただろうなって思うことって、思っちゃうことってたまにあるし、まあでもそれでも私は産んだことで幸せなことがたくさんあるから、人生が本当に変わったなって思う。なんかね、いざ2人になったら何するとかもなくね、ご飯食べ行くとかもせず、家に帰って風呂入ってこたつに入りながらアイスを飲める。これぐらいしか思いつかない、うん、でも特に本当になんか11月は胃腸炎実はもらって、うん、風邪ひいて、うん、2週目入って今みたいな。そうなんです。保育園のせいではないのかもしれない。そう、保育園のせいではないんだけど、でも保育園でめっちゃ流行ってたらしくて、そのいつも言ってるかかりつけ医の病院の先生に言ったら、 あ今流行ってるから、今大流行中だからしょうがないみたいな感じだったね。でその後また保育園のせいではないんだけど、やっぱ保育園行った後に体調崩しちゃったりとかして、まあ、風邪だったなっていうのが結構あったりとか、うん、で結構ね最近またちょこちょこお仕事いただいたりとか、新しいこと始めようとしてて、それで忙しかったりとかしたので、うん、結構11月はハードだったな、うん、ちょっとジジとババにねちょっと感謝しなきゃね、こんな時間をいただいたっていう、うん、大丈夫、絵的に今気持ち悪くなかった。大丈夫、気持ち悪かったかも。さあ追加の
橋でござんす。だって何するって なるよね。もしこういう風に時間がもし取れたら夫婦でね、ぜひあのコメントでもし夫婦だけの時間がまた今取れたちょっとの時間でもいいから取れたら何したいかっていうのをぜひ。うちはこたつでアイス。この後ね、ちょっとさ、ほんと最近ね、忙しいから、ね、この後仕事したり編集するね、マジで編集するあ、てかね、この撮影とかもしてるしね、うん、撮影がしたかったからちょっとだけ休憩して、またちょっと頑張って。そう、あとは今ハマっているポケモンユナイトがやりたい。そうね、ミューパレもやりたい。ミューパレも今、めちゃくちゃやりたい。ジャスミンをゲットするために、これコンパス、今シーズンちょっと僕も入る。ちょ、頑張ってて。自分の時間をね、取ってね、ゲームをゲームするわけじゃないんだけど、ゲームぐらいしかね、こう自分の時間取るっていうのはできない。まあ元はお互い好きだからね、もともと。開けていい？こんな時間に食べたらさ、10時にコーラを開ける。ピッチみたいな感じだったさ。あとでも私 BTS のさ、V ライブも見たいな。いや、やめよう、やめよう、今日はやめよう。今日この動画が出てる日はいい夫婦の日だと思います。編集が間に合ってればいい夫婦ってさ、なんだろうね、難しくない？何でも言い合えるからこそさ、いい夫婦なのかもしれないけどさ、バリバリ言いたいかも。うん、何でも言い合えたらさ、その子なんか喧嘩するじゃん。それで言うとさ、最近俺の中で確証あるんだけど、いい夫婦というか夫婦としてあるべきは、うん、話し合いして、うん、解決してより良くすることができることだと俺は思った。いい夫婦って難しいよね。まあ、都合のいい夫婦ではなくて、ちゃんとお互いの人生のためにお互いの環境をより良くできる人たちっていいなとは思った。っていうかそうでありたいなと思った。というか今までもずっとそうであったけど、これからもそうしたいなと思った。じゃあ最後に5年後の抱負を発表して終わりにしよう。急だね。いいよ、もう言っちゃっていいの？するかどうかは分からないけど、5年後何をしたいか、はい、5年後あなたは何をしたいですか？海外に住みたいよっ。海外に移住します。いや5年、まあ 4,5 年ぐらいじゃない？いや実際できるかどうか分からない。ロースクールだっけ？小学校ってなんだっけ？やばい。ジュニアハイスクール。ジュニアハイスクール。いやなんかさ、こうさ、やりたいことをさ、こう口に出していこうと思って。そうだね。海外とかに、まあ旅行とかでもいいから、ちゃんととりあえず行って、ね、そう、子供にそういう経験をさせたいのもあるし、私もそういう経験を自分がしたいっていうのもあるし、もっともっと勉強してこういろんな価値観を作っていきたいっていうのもあるし、やりたいことをそれができるかわかんないけど、でもこう。口に出してくって大事なのかなってすごい最近思ってて、いつになるか分かんないけど、なんかこう海外に住みたいっていうのはなんか一つ私の中の今の目標かなっていう。こういう発表するつもりなかったからいきなり言ってきてびっくりしたけど、発表した方がいいんだよこういう時にね。動画の最後の後半の方だから、うん、本当にあの見てくださってるほんの一部の人だけあの心の内に留めておいていただいてコメントには書かないでいただいてゆめみさんたちはいつかそうなる、そうなんだなっていうことをなんかちょっと言っちゃったよ。何のプランもないよ。こんな感じなんですが、ゆめみんファミリーいつも見てくださってる方、いつも本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これからもね、私は楽しい動画を撮っていきたいと思ってるから、その過程をねみんなにこうシェアして、双子育児の日々をねこう少しでも残していけたらなって思って、一本一本大切に動画作ってるので、これからもね作っていきたいと思っているし、もっと楽しいことを見つけて広めていければいいな。ちょっとでも元気になってほしいよね。そう、まあ、それが私ができることかなってすごい思ってるから、それをやりたい。俺もちょっと5年後自分に誇れる仕事をしっかりしてたいな。初めてそういうこと言う。いや、なんかふと思った。そういう風になんか人を笑顔にじゃないけど、そういう気持ちを持って自分は今やってる仕事がちゃんと誇り持てるような状況に持ってきたいなって思った。いろんな仕事してるからね、うん、それを作りたい。5年後にちゃんと、うん、5年後までというか移住するまでにドヤって言えるようになりたい。英語勉強しよう。やばい。
旅行だったら、ね、多分なんとかなるんだけど、そうね、旅行はなんとかなるとね、ビジネスとか生活ってなるとちょっと英語また変わってくるから、ね、うん、頑張ろうと思いましたから、ぜひ英語のカルチャーを教えてください。そう、文化を学ぶ、文化を学ぶ、てか YouTube 見れば今最近めっちゃいっぱいあるから、ね、あるもんね、勉強になるよね。そうそうそう、やっぱそういう新しい価値観をね、やっぱ取り入れていかないとね、ダメだと思うんだよね。人生いつきだから後悔ないように一緒にたいチャンネル登録、あとグッドボタン、余裕がある方のコメント全部読んでますんで、よろしくお願いします。多分この後もこうやって2人で語るんだろう、語りながらポケモンユナイトを食べながらポケモンユナイトをしかってるやるんだろうね。そうだね、ちょっと長くなっちゃったかもしれないですけど、まあ、この後の時間もゆっくりね、語って食べましょう。一旦トークを迎えるためにこう心もリフレッシュして、ね、ではかな、頑張って。あ。